どうもこんにちは。今回はですね、前回のアルプラゾラムの動画に、コメントをいただいたので、返信していきたいと思います。ちょっとね、文字を打つのが苦手なので、ちょいちょいね、こうやって動画でね、返信させていただこうと思います。本当にいつもコメントいただいてありがとうございます。でですね、ベイスターズさん、取り上げていただいてありがとうございます。繁盛にしたのは4月に入ってからです。繁盛にしたらすぐ寝られなくなりましたということですね。4月に入ってから寝られなくなったということだったら、それやったら、元の量にちょっと戻してみて、で、また元のように寝られるようになったら、少しずつ、僕の個人的な意見としては、ゆっくり時間かけて、少しずつゆっくり時間かけて減らしていくっていうのがいいんちゃうかなというふうに僕は思うんですけどね。私もだらだらと2年約2年飲んでしまいましたということですね。でも2年で気付いたっていうのはすごいね、ラッキーなことやと思います。僕なんか20年ですからね、20年以上だらだらだら飲んでてですからね、2年で気付いたっていうのは、僕から言わせればめちゃめちゃ幸運やなっていうふうに思いますけどね。僕がの25年ぐらい前から精神科心療内科に通ってるんですけど、その頃はまだネットもなかったっていうか、ネットはあったけど、スマホなんて全然なかったし、ネットが今みたいな環境じゃなかったので、情報とかも全然入ってこない状況だったんですよね。だから2年で気づけたのはラッキーやと思って、一旦、僕は一旦戻してゆっくり減らすっていうふうにしますけどね。でも、4月に入ってからやから、1ヶ月も経ってないんでね、早く気づけてよかったかなと思います。で、あとは、拓也さん。お久しぶりです。ソラナックス、ザナックス。僕も4年半飲んでます。日本でもアメリカでも被害者が続出している悪魔のような薬ですと。で、前と同じコメントになりますが、一気に半分に減らして不眠だけならまだマシな方です。そうですよね。不眠だけやったらまだ全然マシですよね。普通やったら、何て言うのかな、動悸とか、発汗とかイライラとかいろいろ出てくると思うんですけどね。で、僕みたいに常用離脱になってしまうと生き地獄になります。発汗や下痢、もともとの不安の悪化など英語で検索すると、アメリカでも日本と同じような漠然と処方されているケースが多いようです。なので少し面倒くさいですが、毎日水溶液で減薬していますということです。減薬は今のところ順調ですということですね。英語で検索すると、英語で検索できるのがすごいですね。結構ね、僕、Facebook のグループに行ってた時も、ちょいちょいそういう人いてるんですよね。大学行ってる人って大体そういうことできるんですかね。僕は高校しか出てないし、しかもその高校、ほとんど勉強せんと遊んでたんで、全くパープリンなんですけど、Facebook のグループでも、海外の、Facebook のフォーラムみたいなところに、直接アクセスして、その外人と英語でやり取りして、情報収集してる人とか言ってたので、すごいなと思ってて、そんだけ英語力あんやったら、普段その元気な時どんな仕事してはったんかなみたいな思うんやけど、やっぱりあれなんかな、
そう、大学、え、大学とか出てる人ってのは普通にそういうことができるもんなんかな。すごいなと思うし、すごいなと思いますよね。で、そういう方にいろいろ教えてもらったんですよ、僕はね。ザナックスね、まあ、アメリカで一番その乱用されてるみたいなので、すごい問題ですよね。まあ悪魔のような薬ですって言われてますけどね。まあそうですね。そういうことです。どうもコメントありがとうございます。で、ブレードさん、ブレードさん、私もベンゾのレキソタンを服用しています。1日通常量5mg×3回を超え、1日5mg×4回を処方してもらってます。3年ほど飲んでますが、よくよく考えてみると、オレキソタンやデパスという薬は、まあ、違法薬物みたいな、性質があるように思いますということですね。そうですよ、ほとんど変わらないよ思いますね。なんかその依存性とかっていうのは、はい。でその減薬、その減らす方法とかも確立されてないし、そういう施設もまあないことはないんですけど、めっちゃ少ないので、しで、なんて通常の医者がそう真剣にこう減薬とかに取り組んでないので、その減薬の環境としてはその違法薬物よりも厳しい状況かなというふうに思いますね。なるほどね。で、私自身はまだ全然減薬になる方向にもなってないので、あまり入れた義理ではないですが、私自身自主的にレキソタンを減薬したことがあります。そうですね。でそれは、1日に5ミリを、その方法はと言いますとですね、5ミリを朝昼晩と寝る前の4回に飲んでたものを、朝は半錠、昼は1錠、夜は様子を見て耐えられそうなら飲まない、就寝前に1錠といった感じから始めて、だんだんその体調に合わせて、減らしていくっていうことですね。なるほど。まあ、1日4回飲んでて、そのうちの朝だけ半錠にして、夜はいけそうだったら抜くとかって言うとありますけど、それやったらかなりその減らす量が多いと僕は思うんですよ。で、まあ僕がその減薬の基本にしているアシュトンマニュアルというマニュアルがあるんですけど、また説明欄にリンク貼っておきますが、そのアシュトンマニュアルというその、まあ、イギリスのねお医者さんが書いたマニュアルな、減薬のマニュアルなんですけど、まあ、それによると最高でも 10%、まあ、全体飲んでるうちのね、最高でも月に 10%、 最高でですよ。で、おそらくその 10% でもしんどいと思うんですよ。だから僕はね、月に 5%、 全体飲んでる量の月に 5% ずつ減らします。それぐらい少しずつゆっくり減らしてるんで、それでそういう感じでやっていくと、そんなにその離脱症状ひどく出なくてやっていけているので、まあ、またそのね、減らす量とか減らす時間かける時間というのはちょっとまた、他の動画とかも見ていただいて参考にしていただきたいなと思うんですけど、はい、まだ今ね、今はちょっとその減薬できる状況ではないということですけど、またその体調落ち着いて減薬しようかなと思った時には、まあ僕の他の動画もちょっと参考にしていただきたいなと思います。はい、まあとにかくその自分の体調、体と相談して、ちょっとね、目つぶって自分の体と相談してみるんですよね。無理してないかっていうのを相談して、ほんまに無理のないようにやっていくっていう感じです。はい、そういう感じですね。で私は、首に椎間板、
頸椎椎間板とか、なんか首のなんか骨にちょっと障害があって、つい1ヶ月ぐらいウイスキーを飲みながらレキソタンを飲むとより深く酔えるという非常に危険な癖がつき始めました。換気扇前で高い椅子に座ってタバコを吸いながら飲むんですけど、知らん間に意識なくなって椅子から倒れて首の痛みに響いてしまったと。でまた痛み止めの真ん中になったということですね。まあその医師主治医からのもう聞かされてるとは思いますけど、ベンゾ系の薬、まあ心療内科とか精神科で出されるほとんどの薬がそうなんですけど、お酒と一緒に飲むとよりその効果が強まってしまうので、お酒はね飲まない方がいいですよ。はい、一応ねアシトンマニュアルでも、ほどほどやったらいいっていうふうに書いてあんねんけど、僕もねそれ聞いてほどほどやったらええんかっていうふうに思って、ちょいちょい飲んでちょいちょいちびちび飲んでたこともあるんですけど、やっぱりねその振り返ってみると、やっぱりちょいちょいちびちびでもやっぱお酒飲んでると体調崩しやすいなと思ってるので、やっぱりねこれはもう完全にやめてしまった方がいいなと思って今は思ってますね。はい、なのでお酒と一緒に飲むっていうのはちょっと注意した方がいいですね。はい、ブレードさんもいろいろその経験していただいて、経験ね、自分の経験からの考えることをいろいろ書いていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。まあいろいろとね、やっぱり、ね、自分自身で試行錯誤したりとかして、その経験から学んだこととかっていうのはあると思うので、まあ、こうやってコメント欄でいろいろ情報交換したら僕もなんか教えてもらうこともあるし、お互いになんかこう情報交換していい方向にねみんなで行けたらいいなと思ってやってるんですけどもね。はい、またよかったらコメント書いてください。そんな感じで、今日はですね、アルプラゾラム、アルプラゾラムの動画に、書いてもらった、コメントに返信させていただきました。はい、どうも今日も、動画見ていただいてどうもありがとうございます。小太郎ちゃん、はい、終わったからバイバイってさよならって、小太郎ちゃんさよならってさよならって。